日野本町四丁目にある松本家では、新年を迎える準備として門松作りが行われています。日野本町四丁目にある松本家で門松の製作に当たっているのは、日野自動車雄和会のメンバーたち。同会は日野自動車の社員やその家族が親睦を深められるようにと発足され、年中行事などさまざまな活動を行っています。そしてこの門松作りを指導するのがこちら、長年趣味でわら細工などの製作をしている松本保さん。息子の康さんが日野自動車に勤めていることがきっかけで、この作業は5年前から始まりました。これまでメンバーらは市内などでの竹の伐採や門松に飾り付けるわら細工の製作など、11月中旬から週末を利用して門松作りを行ってきました。8日日曜日は市内で切り取った竹を加工したり、加工した竹のバランスを見ながら形を組み立てたりと、大中小と3つのタイプの門松を松本さんの指導のもと、和気あいあいとした雰囲気の中で行いました。5年目迎えて皆さんの腕前っていうのは、もう上がったから、本当にね、腕は上がったから、何をやるって言わなくても、手の空いてるやつは勝手にやってくれんから、それだけに楽だな、また出来上がった門松は、日野自動車本社をはじめ、羽村工場や新田工場などのほか、日野市役所にも飾られるということです。今年で5年目を迎えました門松作りですが、当初は日野工場、羽村工場と工場だけの設置だったんですけども、昨年から、日野市役所、羽村市役所にも納めることができておりますと、今年も作業は順調に進んでまして、おります、年末には、納品できるかと思っております。皆さんで頑張ってますので、応援のほどよろしくお願いします。